はい、ということで今回はただの珍回答ではなく、クラスで誰が一番学力が高いかテストしていきたいと思います。見てるみんなもぜひチャレンジしてみてね。じゃあ始めます。次の英単語の意味を答えなさい。 appropriate。 早っ、遠いの答え。適切な。正解、さすが遠い、英語得意だね。さあ続いて。待て待て、まだ問題出してないぞ。信頼。なんでわかんだよ。まあフィーリングっすね。ちょっと例のテレビ番組みたいになってんな。さあ続いて、ピカソのフルネームを答えなさい。お、ここでジェルが登場。さあ答えは谷口。なわけねえだろ。お、ここでユリが答える。さあ答えはダブルディコセフランシスコデパウロホンネポム製のマリアデロスレメディオスクリスピンクリスピアノデーラサンデシマトリニアドルイスイピカソ。正解、すごい。なぜ覚えてる、ユリ。まあ常識ですよね。すごいな。さあ続いての問題、ドラえもんの体重を答えなさい。お、ここでオタクが答える。体重 129.3kg、 身長 129.3cm、 誕生日2112年9月3日。すごい、体重だけじゃなく身長、誕生日まで覚えている。なぜそんなドラえもんのことを知ってるんだ。さあ今んとこ遠いが一歩リードです。さあ問題、まつげに塗りボリュームがあるように見せるメイク道具を何というか。これは女子にはサービス問題だと思いきや、遠いは全く答えられる様子じゃない。普段メイクもしない女子力の低さがここで垣間見える。おゆりの答え、え、マスカラ。ゆり正解、さすが女子力の塊。さあ最終問題、遠いの胸のサイズは、なんでそこ揃うねん。はい、ということで今回もクラスで誰が一番学力が高いかテストしていきたいと思います。次の漢字の読みを答えなさい。お、ジェルが早い。答えは海豚。なんだその生物。お、遠いが答える。イルカ。正解、さすが遠い。さあ続いての問題、まだ問題出してないぞ。パンダ。正解、なぜわかる。なぜまだ問題を出してないのにわかるんだ。待て待て、何も言ってない、何も言ってない。カバ。正解、どういうことだ。ちょ待て待て、ヤンバルクイナ。ちょ一旦止まろう。トナカイ。はい、ストップストップ、もう学力じゃなくてエスパーの域に達してるから。さあここで漢字は終わり。続いての問題、ペットボトルのペットは何のことでしょう。これはなかなか難しいぞ。お、ここでサタンが答える。ペットショップ。はい、バカ。オタクが答える。ポリエチレンテルフタレート。すごい、なぜ知っている。さすが理系のオタク、どうして知ってたんですか。保育園の時に習いましたね。どんな保育園に行ってたんだ。さあ続いて、タイの首都バンコクの正式名称を答えなさい。おっと、ジェルが答える。これは知ってます、長いやつっすよね。クルンテープマハーノコンアモンラッタの更新マヒンタラユッポンオプラザ。うわー、噛んじゃった。知ってそうだが噛んでしまった、ジェル。おっと、ここでユリ。クルンテープマハーノコンアモンラッタの更新マヒンタラユッタヤマハジロックポッポノパラトラタチャニブリドムウドムラチャニメートマハーサタンアモンピマアワタンサティットサッカタッティヤビサムカムプラシット。正解、すごいユリ、もはや天才じゃないのか。さあ最終問題、ユリの声でこのバンコクのフルネームを言うのに何テイクかかったか。おっと、ジェルが答える。26テイク。正解、大変でした。はい、ということで今回もクラスで誰が一番学力が高いかテストしていきたいと思います。それでは問題、次の漢字の読みを答えなさい。これはかなり難しいか。お、ここでサタンが答える。ドラゴンしてんの。意味わからん。お、トイが答える。鉄。すごい、正解だ。どうしてわかったんですか。まあちっちゃい頃にアンパンマンとドラえもん見る前に漢字辞典読破してたんで、まあ余裕でしたね。アンパンマンより漢字辞典、やはり天才は常識を超えていく。さあ続いての問題、円周率を10桁まで言いなさい。おっと、ユリが早い。 3.141592653589793238462643833970。すごい、10桁以上まで。2884192019397510====5920      1640。ユリ一旦ストップ。あと7万桁まで言えますよ。スーパーコンピューターかな。さあ続いては数学の問題です。次の図形があります。おい待て待て、図形の情報何も言ってねえぞ。 125.6cm。 なんでわかんだよ。どこ求めるかも言ってねえぞ。まあ理系は強いんで。理系強いとかのレベルじゃねえぞ。じゃあ最終問題です。遠いが今までキスした回数を答えなさい。どんな問題だよ。うるせえうるせえ、どんだけ答えたがる。ゼロやんのかお前ら。正解音いらねえよこの野郎。つかなんで知ってんだ。今回はいつものバカ3人の中で誰が一番学力が高いかテストしていきたいと思います。それでは問題、1たす1は。おっと、ジェルが早い。さあ答えは11。バカ。おっと、モモが答える。織田信長。アホ。おサタン答える。マレーシア。お前ら問題見えてるか。さあここで誰も答えなくなった。1たす1が誰も解けない。どうなってるんだこれは。かなりの難関問題のようです。考えろ考えろ、1たす1は何だ。今までの人生の経験を生かせ。そもそも生きるとは何だ。そもそも宇宙とは何だ。そもそも我々はどこから生まれたんだ。そうだ、
俺たちが生まれた理由、それを表す答えは、オジェルが答える。にすごい正解だ。僕たちの存在理由も分かりました。なんかよくわからんこと言ってるけど1ポイントです。さあ続いての問題、次の漢字の読みを答えなさい。お、モモの答えは、ゆう、いや、私の夢ってなんだろう。どうした扱い、今答え言ったぞ。そうだ、大好きなオタクくんと一緒に、オタクくん、モモ、始まるね。そうだね、私たちの、僕たちのスカイダイビング、楽しいね。オタクくん、ヤッホー、ヤッホー、オタクくんとスカイダイビングすることです。何言ってんのお前。おサタン、最後決めてくれ。世界戦、さあ誰が一番学力が高いか今回もテストしていきたいと思います。それでは問題、歴代総理大臣を5人答えなさい。おっとジェルが早い。オバマ、ブッシュ、トランプ、それ大統領。お、モモが答える。マグロ、サーモン、ブリ、イクラ、エビ、それ寿司。お、そしてユリが答える。菅義偉、安倍晋三、野田佳彦、菅直人、畑山由紀夫、麻生太郎、福大生、小泉純一郎、森喜朗、小渕恵三、橋本龍太郎、村山富市、花田勤。もう5人以上言うとる。もうこのボードに収まりきっとらん。さあユリ2ポイントで、続いての問題、右の四角はあるものを拡大したものです。さあそのあるものを答えなさい。さあこれは連想力が試される難しい問題です。おっとここでオタクが答える。リンゴ、正解です。さすがオタクだ。さあ続いての問題、これは何を拡大したものでしょう。おっと遠いが早い。私のお父さんの口の中。すごい、なぜわかる。どうしてわかったんですか。臭いからです。すごいですね。さあ続いての問題、これは何を拡大したものでしょう。おっとユリ早い。答えは魚肉ソーセージ。正解です。なぜ魚肉ソーセージがわかる。どうしてわかったんですかユリさん。まあ最初丸みから人参かウインナーかと思ったんですけれども、それにしてはテカリすぎかなって思ったので、まあだとしたら魚肉ソーセージだろうなと思って答えました。あーちょっとよくわかんないですけど、すごいですね。さあ次で最終問題です、これは何を拡大したものでしょう。おっとここでジェルが答える。何のボリュームもない遠いさんの胸。正解です。なあ、なんでこのシリーズ毎回私の胸が落ちなん。さあ今回も始まってまいりました、学力王決定戦。今回は誰が優勝するのか早速始めていきましょう。ギネスに載ってる世界一長い地名とその意味を答えなさい。おっとジェルが早い。佐賀県、短えよ。おっとモモ、千葉、短えって。おっとトイが答える。タマトファカタン、ギハンガクワワ、オオタマトヤ、ポカイフェノヤ、キタナタフ。意味、タマトヤという大きな膝を持ち山々を登り陸地を飲み込むように旅歩く男が、愛する者 のために花笛を吹いていただき。正解、なぜ覚えている。逆にちょっと引いてきました。さあ続いての問題、羅生門の作者。おっとまだ問題を言い切ってないのにオタクが答える。さあ答えは、ドラ焼き。正解です。すごい。ちなみに問題文は、羅生門の作者は芥川龍之介ですが、ドラえもんの好きな食べ物は何でしょうでした。どうしてわかったんですかおたくさん。まあ羅生門の門から門つながりでドラえもんの問題になるだろうなと思って、まあ答えましたね。推測力もさすがですね。さあ続いての問題、次の世界一長い英単語の意味を答えなさい。お、ここでサタンが答える。たくあん。バカ。お、本命ユリが答える。アリストファネスの戯曲女の戯歌に登場する架空の料理の名前。すごい、すごすぎる。さすがユリだ。さあついに最終問題です、美容のためにお風呂上がりに顔に塗るものを一つ答えなさい。さあこれは女子にはかなり有利だ。お、問いが答える。もう女の子なんでこんなん余裕すぎますよ。お、じゃあ答えは、ごま。今日は全校集会か。何の話なんだろう。まず最初、各委員会からのお知らせです。委員会か。まずは図書委員会から。はい、どうも図書委員長のジェルです。何、あいつ図書委員長だったの。皆さんは本はちゃんと読んでるでしょうか。僕は正直全然読んでません。漫画しか見てないですね。しかも電子書籍。便利な時代だよね。以上です。何の話だよ。内容ゼロだったぞ。あいつ歴代最悪の図書委員長だろ。つか本読まねえって言ってたし。続いて保健委員会からのお知らせです。どうも保健委員長のモモです。モモちゃんも保健委員長だったの。保健委員会の健の字って健康の健か、あの生命保険の健か悩みますよね。以上です。何の話だよ。だから手洗いうがいしようとかそういうの言うんじゃねえのかい。続いてダークデビル委員会からのお知らせです。なんだよダークデビル委員会。どうもダークデビル委員長のサタンです。まあお前だと思ったわ。今日は貴様ら人間どもに伝えなければならないことがある。手洗いうがいはしっかりしましょう。お前が言うんかい。以上です。ダークデビル要素ゼロだったな。続いて校長先生のお話です。
どうも校長です。嘘つくなおっさん。女子高生の皆さんはスカートをできる限り短くするように。キモすぎだろこの校長。そしてね、あの太ももの絶対領域を、お父さんに見せてくれるとすごい嬉しいです。以上です。あ、ももちゃんチース。お、チースジェルくん。あれ、ももちゃん電車通学だっけ。うん。あ、そうなんだ。もう春だって早いよな。早いね。もう3年生は卒業なんだよな。ちょっと寂しいよね。うん。え、あのさ、うん、なんで電車で寝てんの。楽だから。あ、結構シンプルな理由だね。お客さんいないし、ジェルくんも寝たら。あ、じゃあ俺も寝てみるわ。あ、まさかの私の上。あ、でも結構楽だね、寝ると。でしょ。あ、チーズ二人とも。あ、サダンよ。よ。え、何やってんの二人。いや、寝てんだよ。うん。え、あ、いや、そうか。サダンも寝てみ。あ、僕も寝てみようかな。じゃあ隣の席で。ちょ、バカ、隣だと迷惑になるだろ。俺の上で寝ろ。そうだよ、人の迷惑考えろよ。あ、ごめん。あ、でも結構、あ、そう、いいね、寝るの、いいね。いいっしょ。寝るの楽だよね。私はちょっと楽じゃなくなってきたけど。サタン、春休みなんかすんの。予定ないな。じゃあお花見とか行こうぜ。いいね。私も行きたい。じゃあ3人で行くか、楽しみ。ワクワクしてきた。最高じゃん。であんま2人揺れないで、崩れる崩れる。あ、ごめん、わりわり。てか、なんかちょっと臭くない。確かに。チーズ、みんな。あ、遠いパパじゃん、通りで臭いと思った。こんにちは。こんにちは。なんか楽しそうだね。お父さんも上で寝ていい。あ、いいっすよ。どうぞどうぞ。僕ちょっと嫌なんだけど。サタン、お年寄りを助けるのは当然だろ。そうだよ、思いやりだよ。あ、ごめん。じゃあ失礼しまーす。あ、いいねこれ。ちょ待って、なんでこっち向いて寝てんすか。いや、俺うつ伏せ派だから。ちょ待って、息が直で当たってマジで臭い。てか待って、私そろそろ潰れそうなんだけど。ちょ、そろそろ解体するか。うん、解体しよう。鼻ぶっ壊れる。これってどう解体する。上から降りてこ。お父さん降りれます。いや、俺今寝たばっかりだから、もう少し堪能したいよこれ。マジかよこのジジイ。どうしようこれ。ちょ、サタンが力ずくで上のおっさん落とせる。力ずくで。うん、できる。いや、これいけるかな。かかってこい、落ちんぞ俺は。ちょ、やばいこのおっさん。ほら、うん、ダメだこの筋落ちねえ。ちょ、どうする。冗談だよ、降りるよ。あー、よかった。待って、もう息つく。あ、待って、これさ、ん、慣性の法則でやばいことならない。ギャー、何やってんのお前ら。動画見てくれてありがとう。チャンネル登録よろしく。動画の他にも裏話を話す生放送をしてるので、ぜひ来てくれよな。詳しくはツイッターをチェック。